こんにちは、ヴィンセントです。今回は1月のクエストダンジョンのレベル14を試練進化のミネルバとシバドラ使って爆速でね攻略していきたいと思います。はい、まずミネルバなんですけど、火を6個以上つなげて消すととか、神タイプのっていうところがね、実はシバドラのリーダーとして、非常に優秀なキャラクターとなってます。で、武器はねローレンスで、一旦の間ダメージ無効化があれば何でも OK となってます。でリダチェーン耐性推奨ですね。でシバドラはねバインド耐性なくても OK なんで、火力が上がる7強とか10強の武器をつけてもらえれば何でも OK という感じで、1体目はジャガーノートを採用してます。で2体目はシバドラでミシュラの武器ですね。はい、で3体目のシバドラにはディオンのクリスタルチャームです。でヒソカは、火力も出せれて、で4階層5階層がねダメージ吸収の敵2回連続で出てくるので、2ターン継続する、ダメージ吸収のスキルのキャラクターが、理想かなと思います。で武器はルドラで1階層でね無効貫通の敵出てくるので、最初にこのスキルを使って倒していきます。で、上限解放とかスキル遅延でもいいんですけど、どっかにね、毒目覚め耐性つけてあげると安定性は増すんじゃないかなと思います。はい、でフレンドのジョナサンには海馬で、遅延さえねあれば何でも OK という感じです。ではやっていきたいと思います。はい、ではまず1階層です。1階層はね、無効貫通のスキルが必要なので、ヒソカの裏の、ルドラ使って、でシバドラの1体目も使ってずらしでね倒していきます。本当にずらしだけでね、基本的に全部ずらしで OK のはずなんで、めちゃめちゃ簡単ですね。やっぱりノルディスと違ってね、シバドラはヘイストだったり最初の火花火がね本当に使いやすいなと思いますよね。はい、で2階層は全く問題ないので、シバドラ使ってねずらしで倒すだけなんですけど、このねミネルバの裏の無効化スキルをここで貼っていきます。でシバドラの2体目使って倒していきます。まあ、理由なんですけど、3階層のね敵の先制攻撃が結構高いんですよ。でそれを受けることができないんで無効化のスキルを貼ってると。まあ無効化じゃなくてもね半減、まあ半減はちょっと頼りないかな、激減とかのスキルとかだったら全然 OK です。でヒットポイントが少ない理由なんですけど、ミネルバのね、神タイプのヒットポイントがっていうところなんですけど、ジョナサンと、ヒソカにはね神タイプついてないんで、ヒットポイントはそんなに高くないという感じになってます。なんでね3回の先制が耐えれないんで、当然このエメラルドドラゴンの攻撃も耐えれないんで、エメラルドドラゴンが出たタイミングは、遅延をかけて戦うという感じですね。はい、まあ、どの階層で、エメラルドドラゴンが出ても OK です。出たタイミングで、遅延をかけていくだけですね。はい、でこの4階層は、吸収のスキルが必要なのでヒソカを使っていきます。で今回は遅延食らわなかったんだけど、1ターンか2ターン遅延ね、さらに食らう可能性があるので、その場合は、3個目のねシバドラでヘイストをかけてから、ヒソカを使うという感じになりますね。はい、まあ、こんな感じで非常に簡単です。で、次の階層も吸収のスキルが必要なんですけど、はい、あと一旦ね継続しているので、まあシバドラ使って倒すだけですね。先制攻撃があるのが2階層3階層とあとエメラルドドラゴンで、3階層のね敵以外は先制も全然高くないので、まあ、その辺は対応しなくても OK という感じですね。はい、であっという間にボス戦なんですけど、ボス戦はね、ちょっとだけ硬かったりするので、シバドラ使うだけじゃなくって、ミネルバのねスキルも使って火力をねさらに上げてあげると、より確実にワンパンで倒すことができると思います。なんでシバドラのリーダーとしても優秀だし、スキルも優秀だし、本当にめちゃめちゃ強いんでね、はい、まだめんどくさがってやってない人はこれ本当に2分台でねすぐ簡単に速攻で終わるんで、よかったらぜひやってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をしてもらえると非常に嬉しいです。ではまた次回作でお会いしましょう。